マニキテ本当に緊張してきた。なんか怖い、どうしよう、なんか失敗したらどうしよう、なんか失恋をしなかったらいいや。あーどうしよう、マジで本当に来てよかったのかな。まあ人生経験だから成長するはず。男性陣もそろそろ到着いたしますので、今しばらくお待ちください。はい、何笑ったんですか今。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫ですか、うん、緊張してますか。緊張してます。別に緊張してますか。めっちゃ緊張したかも。誰誰誰誰誰今の誰。あれ、うん、あれ、うん、あれ、うん、うん、緊張したかも。なんか一人多分猫ちゃん。あ、なんか来ましたよ、誰か。誰か来ましたよ。え、何、誰誰誰本当だ、誰ですの。いやいや、あれ今日さ、ほら集中しようぜ。どうも皆さん、日本の香川県から来ました、プスカ大佐と申します。なんで香川だ。最近少し興味があるのはガーデニング。よろしくお願いします。今日は素敵な出会いがあるといいなと思っています。楽しみだ。ありがとうございます。出身地ありがとうございます。パンツ見せすぎる。誰誰ですの。誰誰誰。見えてない、うちらの何も。ここですか。来た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 。誰次の田中だ。こんにちは。名前赤ちゃんキャップ。めっちゃおしゃれしてる。趣味は特撮映画の鑑賞。意気込み、世界を救いに来ました。よろしくお願いします。壮大なストーリー始まった。絶対に救い、興奮じゃないでしょ、来る場所は。あ、誰か来ましたよ。え、誰誰3人目の男性です。誰誰。あ、どうも、ジェフリー・ヒチコックと申します。んあれ急遽参戦しました。職業は、メカニック、BMC で働いてます。意気込みは、本当に今日、なんかありがとうございます。参加しましょう。主催の方、主催自ら参加ってこと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。あれだろ、あの白いやつだろ。あれ、え、あれです。誰だろう。指さしてますわ。指さしてる。なんかもう、すごいね。もう威圧してるってこと。威圧してる。あ、そういうこと。あ、まずね、挨拶してから。さあ、4人目の男性です。田島です。え、ヤングのオーナーをしてます。今日は楽しいひとときを過ごしましょう。カジノのオーナーじゃなくて。カジノのオーナーじゃなくて。カジノのオーナーです。びっくりした、やばい人かと思った。ギャングのドンってこと。いや、私もギャングのオーナーはさすがにまずいよね。ボスってこと。誤差です。ギャングのんだけど、最初からあぶれるんだ。あ、でも合法にするためにジェフリーさんは参加しないみたいな話を聞いたんだけど。こんにちは。あら、あら、誰の。あ、千代です。職業は今医者やってます。最近は開業してます。すごい、お医者様の。お医者様、はい、お医者様よ。ハイスペックですよ。今日は楽しんでいきたいと思うのでよろしくお願いします。でもなんかありがとうございます。お医者さんってあんないかついんだね。確かに。なんか来た、髪の毛もなんかね。え、なんか、え、誰ダイヤモンド。え、ロングスターダイヤモンドズです。今日職業は、エンターテインメント業をやっております。芸能人ってこと。はい、芸能人でございます。私すごーい、お金は持っておりますよ。すごい、ナイスペイですわ。今日はエンターテインメントの僕ではなく普段の僕を見てほしいなということで長谷さんじました。お願いします。長谷さんやな。長谷さん、お願いします。お願いします。お願いします。はい、上に。はい、あ、まだ何ですか。え、何何。私はもともと人間で今は妖怪。うわ、昨日の白米残しっぱなしで腐ってる。あー、パンツ洗うの忘れた。あー、車に熱を遮断するシートを貼るの忘れてた。俺たち公開人間なのさ。お願いします。すごーい、よろしくよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上が今回の参加される。あ、これが男性陣。全員メインディッシュみたいな。ありがとうございます。全員メインディッシュ。
くまちゃん可愛いよ。くまちゃん可愛い。こんにちは。こんにちは。こんにちは。くまくまさんです。はい、ギャングやってますけど。そうなんだ。全然もう怖くないです。わかんないけど。はい。はい、めっちゃ怖いのがいるんだよ。めっちゃ緊張してますが、人生経験していけたらなと思ってます。はい、頑張ります。今日かわいい。かわいいか。かわいいね。最高最高。ナイスナイスマイク。はい。皆さんから次のコーナーに移ります。はい、皆さんには、はい、あの全員ではないんですけど複数名ラブレターを書いてもらいました。今からそのラブレターを読み上げるので。うん、誰が書いたやつか予想してくださいわーなるほどやだみんなの前で熱いなじゃあ第5問いきます伝えたいことがあってお手紙を書いていますたくさん言葉を書くと気持ちに押しつぶされそうになるのでシンプルな言葉にします好きですもう一度手紙じゃなくて自分の言葉で伝えに行きますいいのちゃんと気持ちが言えてあなたの迷惑にならなければお返事を聞かせてくださいやっぱめっちゃいいじゃんめっちゃいい見てたダメさなグッバイってなグッバイ来た今以上ですうんヒゲダンじゃないのこれ違うのヒゲダンですわかんねこれ誰だ誰だこれ誰だろうなアレリアだ早いねこれってさすがでも案外こっちかもしれないいや待って待ってみんなレディアってもう好きに書いていくのねもうみんなもうそうしましょうもうそうしましょうもうそうしましょういやーこれ分からんな割れてますね割れるよ難しいよ私割とこれもあるかな素敵だったなめちゃくちゃいいなんかストレートなレディアじゃないか誰だろうな。誰かもありそうなんだよな。誰かに対するやつっぽいよな。あ、もうね。相手がもう思い浮かべながら書いてそうだよね。回答で揃えましたかね。はい。かな。はい。それでは正解発表します。はい。正解はくまちゃんです。プレゼントにも手紙書くって書いてたしなあそっかくまちゃん頑張って書いたんだよ手紙に変えるタイプだねおじちゃんなんかもう今日来てよかったってなったわ私めっちゃキュートいいよね私男の人だと思ってたなんかくまちゃんにこういうこと誰が言われるんだろうな見る目なさすぎるなここにいる人たちくまちゃん誰か言われるんだジェフって書いたら自分を殴ってやりたいよめっちゃ可愛い乗ってたな。ちょっと一人ソロ選手だった。男性陣の方の1位の方からこの後10分間ほど2人きりで話す機会を設けたいと思いますのでご指名をしてくださいということで順位を発表します。1位は名島かなさん。うわありがとうございます。それでは名島かなさん。一緒に話したいお方のお名前を叫んでください。じゃあくまちゃんさんでお願いします。おー、やったー。そうって、そうじゃないでしょ。俺はせっかく車に乗ってもらったのに会話がなかったんだぞ。そうだね。なんか言ったから。ジェフでさえ隣にいい人いてたのに。せっかくだから車乗るか。はい、OK です。大佐が直してくれると思うよいしょとりあえず応急で車でねちょっとこそこそお話ししようかなとはいじゃあどうぞあじゃあ失礼しますはいはいここはみんなの車を直してもあるんじゃないですかあ了解、まあ、言ってもねそう言ってもいつぶりパレットそうですねパレットぶりそうだよ、ね、ですかね本当に最初の頃だよねはい
った中のお父さんとお母さんたちが、はい、そうですね、見に来てるけど、どう心境的にはまあ全然、まあみんなが楽しいのであればいいと思います。ほぼな感じでね、はあ、まあそうやって育ってきたのでね、ずっとね、はい、大事にされてきたんやね。そうですね、保護者の方がさ、うんうん、見に来てるじゃないはい、そうだからね、うんうん、話したかったんだよな、二人でやっぱね、ほまちゃんもね、あんなね、保護者の人見て息苦しいだろうからねマニはね、自由にね、トラック持ってこようかって言ってる人もいましたからね。ああ、そうらしいね、跡形もなく潰せるようにぜひ持ってきてほしい、その爆弾もね、撃ってほしいなって。これ内緒ね、お父さんたちは大丈夫です、大丈夫です、うん、内緒ね、はい、まあ、なんかやったら撃ってくれると思いますよ。ちょっとさ、はい、せっかくならちょっと協力してよ今さ、僕ら二人ってさ、はい、車で抜け出したじゃん、はい、だからさ、戻ってきたらさ、はい、タメ口で喋れたりする？わかりました。あ、わかった、はい、くんづけとタメ口ぐらいにしとくか。オッケーです。僕もどうしようかな、くまちゃんさん、くまちゃん、くまちゃん、くまちゃんだもんな、くまちゃん、でくまちゃんとタメ口にするね、戻った時に。はい、こんなにわかけにしとくか、そこ人いるし。オッケー、この町にもね、水族館とかあればいいのにね。うん、水族館あったらいいな。水族館めっちゃ好きなんだよね。え、水族館好きなの？水族館、そう、でっかい魚は嫌いだけど、魚自体が好きなんだ。そう、魚あった雰囲気がめっちゃ好き。あー、まあね、ちょっとさ、暗めのところとさ、うん、結構こう、魚がよく見れるのと、うんうん、ちょっと暗めでムードある水族館あるじゃない、うんうんうん、それどっちの方がいい？まあ、暗めででっかい水槽があってが好きかな。クラゲとかが浮いてたりとか、クリオンとかいる感じのやつね。あ、そう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 、この町に水族館あったらね、一緒に行けたらよかったけど。うん、水族館あったら、できたら行きましょうね、行こう。お話し中失礼します。50分になりましたので、はいはいはい、はい、で、梨間さんにちょっとインタビューがありますので、こちらに。オッケー、じゃあくまちゃんまたね、また話そう。あ、またね、うん、また電話するね。うん、頼み物のなんか名前、人の名前呼ぶの慣れてないからだ。かなくんだね、かなくんだね、ね、すげえわ、かなくん、かなくんね、かなくんね、かなくんね、かなくん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 、楽しかったですか？そしてくまちゃん、お願いします。はい、今日は初めての合コンだって、めっちゃ緊張してたんですけど、すごいいい人生経験に なりました、うん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ごめんなさい。あ、大丈夫あ、ごめんなさい。あと、かなくん、今度一緒水族館行こうね。知ったね、やってること。そして後ろには花火も上がっております。本当だ、え、もう俺には見えない花火じゃないの？そうです、頑張ったよ、頑張ったよ、うわ、俺頑張ったよ。これはやらないとなって思って頑張った、頑張った、あとは託したぞ。まとまりました、いいですか？はい、お願いします。まあ、本当にまず皆さん今日は本当にありがとうございました。そしてね、あの主催の方も、私はこういう形式のイベントというか遊び方は知らなかったので、まず貴重な体験をさせてくださってありがとうございました。そしてですね、もしよかったらなんですけど、くまちゃん、このイベントが終わってからよかったらお家まで送らせていただけないかなと。かっこいい、はい、かっこいい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。お願いします。迎えに行きます。なんなんこれ、かっこいい、なんなんそれ。だから100点だ、100点だね、かっこいい。合コンのやり方知ってる、ドーミー結んだみたいな感じだ、これそしたら、ずーさん、お願いします。くまちゃん帰るべ。うん、帰る。あ、ほんと、今日ってさ、2月14日じゃん。はいはいはい、レリア、またな。2月14日って何の日か知ってる？バレンタイン、バレンタインだよね。ドリフトしにね。そう、絶対にドリフトしない車で来てるね。え、マジ？うん、え、嬉しいな、普通に。うん、やっぱ今日はみんなが幸せになる日だから。どなたか男性さん、
すみません。じゃねー、はい、うん。はい、また。ありがとうございました。おばちゃん、ごめんね。あ、大丈夫です。いや、もうマジで誰か来ないと思ってたから、マジで嬉しかった。あ、大丈夫ですよ。俺とピンコのネタみたいな。車、車。アジトで大丈夫？あ、大丈夫です。すげえ、チョコじゃん。そう、チョコ。ほんとだ、クマチョコだ。ありがとう。クマチョコ。バレンタインチョコか。そう、バレンタインチョコ。一番最初にもらったの。オーマイガー。逆だ。逆だ。あと、そのクマのマスク、うん、あ、私は人間なので、うん、クマのマスクの下も可愛くしてきたんで、後で見せますね、あの、あ、わざと、はい。僕もマスク撮るから、写真撮るべ、写真撮るべ。あー、オッケーです、オッケーです。ねえ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 。写真撮ってほしいんだけどさ。うん、いいよ。今いい？あ、よかったね、くまちゃん。撮ってくれるって。あ、じゃあお願い。ありがとう。よいしょ。どうしよう、なんか、どれがいいかな。まあ、ピースにするか、ピースに、ピースで。はい。2枚撮りました。ありがとうございます。はい。2枚送るね。はい。はい。ありがとう。ありがとう。いいよ。みんな、ね、ミッション。はーい。出る？ありがとう。ミッションだね。お二人仲良くね。ありがとうね。はい。うん。えら。リリ。終わった？のかな？ね、誰もいない。なんかウェスカーさん乗ってたっぽかったけど、中入ってるんじゃない？誰か。はい。じゃあ。うん、うん、また連絡するよ。ありがとうございました。いいや、それじゃあね。はい、また。ナシマ！はい、ベストまた。うちのクマちゃんに手出すんじゃねえ、ナシマ！楽しかった、クマちゃん。はい、なんかいっぱい人生経験になりました。